県教育委員会は酒気帯び運転で事故を起こした中学校の教頭など合わせて3人の教職員を懲戒免職処分としたことを発表しました。被害に遭われました方々、そして関係者の皆様、県民の皆様に対しまして深くお詫び申し上げます。申し上げます。昨日付で懲戒免職処分となったのは、県内の公立の小中学校に勤める3人の教職員です。県教育委員会によりますと、このうち安市立安中学校の50歳の女性教頭は、今年5月、車を運転中に反対車線の橋の欄干に衝突する事故を起こし、その際、酒気帯び運転で警察に検挙されました。また、大津市内の中学校に勤める40歳の男性教諭は、去年12月と今年2月、18歳に満たない生徒にホテルでわいせつな行為をしたとして、4月に逮捕・起訴されています。さらに、守山市立の小学校に勤める33歳の男性教諭は、去年6月、学校の女性職員用更衣室のロッカーから下着1点を盗んだとして、書類送検されました。懲戒免職に当たるような事案が同時に3件あったということについては、非常に重く受け止めております。3人もの教職員が同時に免職処分となったのは過去10年はなかったということです。現在関西広域連合の連合長も務める滋賀県の三日月知事は、昨日内閣府を訪れ、2025年の大阪・関西万博について、子どもたちの教育旅行への財政支援などを要望しました。三日月知事は昨日、関西広域連合の連合長として、大阪府の吉村知事らとともに、岡田直樹万博担当大臣へ、大阪・関西万博の全国的な機運醸成など、要望活動を行いました。終了後、オンラインで取材に対応した三日月知事、特に要望したというのが、全国からの修学旅行との誘致ですね。子どもたちが万博に行くための、教育旅行への財政支援と求めたところでございます。これについては岡田大臣から文部科学省とも具体的協議に入っていると回答があったということです。今日実は岡田大臣との話の中でも、子どもたち行ったはいいけど長時間の列に並んでほとんど何も見れずに帰ってきたっていうんじゃもったいないので、例えば子ども専用のトラックを設けるとかですね、何か特別なルール、そういったものを作るとか、そういうことも合わせて検討しなければならないねっていうことも国とは三日月知事は今年の年頭会見で、滋賀のすべての子どもたちが万博へ行けるプロジェクトをスタートさせると表明していて、現在県では万博担当の部署と教育関連の部署によるプロジェクトで対象年齢などを検討しています。深刻な社会問題となっている農家の労働力不足を補おうと、彦根市ではミニトマトの収穫体験イベントが開かれました。赤やオレンジ、緑など色とりどりのミニトマト。彦根市で開かれたこのイベントには子ども連れら6人が参加しました。これは JA 東琵琶湖が企画したもので、参加者が収穫することで高齢化などによる農家の労働力不足を解消し、さらに生産現場を知ってもらうきっかけになればと行われました。ビニールハウスにはミニトマトが350平方メートルにおよそ600株植えられていて、持ち帰る量に合わせた費用を支払います。参加者は生産者から取る時のコツなどを教えてもらいながら、カラフルに実ったミニトマトの収穫に挑戦しました。今トマトすごい息子が好きで家でも育ててるんですけど、こんな風にたくさんね実るんやっていうのがちょっとびっくりしたのと、あと初めて収穫体験させてもらったんですけど、実ったものがこう
コロンって取れるんやなっていうのもちょっとびっくりして、子供もすごい取りやすくて楽しそうです。お味はどうでしたか？いい感じだったよやはりこういうイベントで収穫体験されるということになると、こっちはその分の軽減になりますので、大変ありがたいなと思っているところです。一般の人にこういうものがこう取れますよ、こういう時期に取れますよ、こういうのは美味しいですよっていうのが、この体験通じて分かっていただくとありがたいなと思っております。ではニュースを続けます。高良町では自動車のご当地ナンバー、彦根ナンバー導入の賛否を問う町内すべての世帯を対象とした調査の集計作業が今日から始まりました。去年12月から今年1月に彦根市とともに行った調査では、彦根市高良町ともに賛成の結果となり、すでに国への導入申請も終わっています。しかし3月になって調査結果は町民合意とは到底言えないと高良町議会が反発、今回の再調査となりました。集計結果は今週中には出る予定です。国税のキャッシュレス納付の利用促進に大きく貢献したとして、今日滋賀銀行に大阪国税局長感謝状が贈呈されました。大津税務署によりますと、昨年度の国税納付件数のうちキャッシュレスでの納付は近畿2府4県の平均が 26.7% だったのに対し、滋賀県は 29.2% と最も高かったということです。地域経済の発展もそうですし、社会全体のコストの削減も含めてですね、まだまだやれることと、より一層地域社会のお役に立てるような取り組みを継続してやっていきたいというふうに思っております。